高市早苗大臣が IAEA の年次総会で日本の原発処理水海洋放出を批判した中国に反論したとのことですが、その毅然とした態度と怒声論に日本国内で拍手喝采のようです。中国による海洋放出への批判的発言内容や真っ向から反論した高市大臣の主張、 IAEA の見解、中国政府と国内との温度差と民間の動き等、ネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。国際原子力機関 IAEA の年次総会がオーストリアの首都ウィーンで開かれていますが、25日、東京電力福島第一原子力発電所の処理水海洋放出をめぐり、日本と中国の代表が応酬を繰り広げました。約30カ国が発言し、韓国やデンマークなどからは、IAEA の取り組みや日本の情報発信を支持する発言がありましたが、唯一、放出を批判した中国に対しては、日本の代表が反論しました。中国側は、この日の総合討論で、大量の汚染水が30年以上、海に排出されることで、海洋環境と人間の健康にもたらされる長期的な影響は、現在の科学的知見では正確に説明できないと主張しましたが、これに対し日本側は、汚染水ではなく処理水だと誤りを指摘した上で、処理水放出は国際的基準に沿っていると説明し、IAEA や加盟国の業務に異を唱えるのは理解できないと反論しました。中国で稼働中の原発が処理水以上に放射性物質を排出している点を指摘しています。また、高市科学技術相も中国代表の批判を科学的根拠に基づかないと切り捨て、安全性に万全を期した上で8月に放出を開始した。IAEA の継続的な関与のもと、最後の一滴の海洋放出が終わるまで安全性を確保し続ける、と総会の演説でこう言い切りました。ニュースを深掘り。というわけで、高市大臣が IAEA の年次総会で日本の原発処理水海洋放出を批判した中国に真っ向から反論したということでしたね。中国は演説で、福島の核汚染水の海洋放出は原子力の安全性をめぐる大きな問題だと主張していましたが、福島第一原発は多核種除去設備アルプスで放射性物質の浄化処理を行い、どうしても除去できないトリチウムを国の規制基準の40分の1、世界保健機関 WHO の飲料水基準の7分の1に希釈して放出しており、IAEA も国際的な安全基準に合致すると評価しています。また、自然界に大量に存在するトリチウムを除去することは困難であり、世界各国も希釈して海などに放出しています。なお、日本が今年度放出する総量は年間22兆ベクレル未満で、中国、新山第三原発の約143兆ベクレル2020年などと比べると、極めて少ない量となっています。このため、高市氏は演説で、中国の主張は科学的証拠に基づいていないとし、IAEA に加盟しながら事実に基づかない発信をし、突出した輸入規制を取っているのは中国だけだと述べ、日本産水産物の禁輸を続けていることに真正面から反論し、正確な情報発信を中国に求めていく考えを強調しました。さらに、IAEA のラファエル・グロッシ事務局長も、海洋放出に関して IAEA が独立した監視を実施していると説明。悪影響が出ないように放出が終わるまで関与を続ける姿勢を示しました。今回の高市大臣の対応には、福井県立大学の島田陽一名誉教授は、高市氏の演説は、
林芳正前外相の曖昧な発信と異なり、堂々と明確でしっかりした反論だった。今後、上川陽子外相を中心に全閣僚が連帯して中国に厳しく発信していくべきだ。中国による日本産水産物の禁輸には日本全体で対峙する必要がある。政府は国内の消費喚起や加工・製造施設の整備、中国以外の輸出先拡大などでバックアップしていく。G7 先進7カ国で結束した対応も求められると語っています。ちなみに、現在、習近平政権は日本産水産物の全面禁輸措置を取っているのは周知の通りですが、中国の駐新潟総領事が26日夜、蔡依頼氏の着任記者会見を新潟市内で開きましたが、蔡依頼氏は、新潟県産の魚を買って食べた。大変美味しかったと述べており、中国政府との温度差が見え隠れします。中国外務省の汪文斌副報道局長は27日の記者会見で、蔡氏は中国の立場を明確に説明したと強調しましたが、蔡氏が本国の方針と異なる立場を示したとの指摘が出ていることに対して、一部を切り取った日本側に都合のいい解釈だと主張しています。蔡氏は26日の会見で、やはりできるだけ肉を食べるようにしていると話し、放射性物質の影響は1、2回食べた程度で検出されないが、個人の感覚ではなく科学的事実に基づくべきだと述べていました。また、29日から中国で建国記念日にあたる国慶節などの大型連休が始まりましたが、海洋放出に中国では厳しい目を向ける報道が目立つ中でも、中国から観光客が日本に殺到しているようです。北京から東京に向かう便がほぼ満席。日本は海外旅行先で一番人気。日本行きのカウンター前には多くの中国人旅行客の姿。日本を訪れようとする中国人の様子を続々と28日から29日にかけて各メディアが報じると、日本の海水は汚染されてるんじゃなかったんかい、散々処理水に文句言ってたのに処理水騒ぎとは何なのと、世間の印象と実態の差に困惑する日本人の声が目立った。また処理水の問題なんて一般人はあまり関係ない、中国メディアが勝手に騒いでるだけで印象操作、民間の動きは従来政府筋と関係なく独自のメカニズムによって前進されることが多いといった冷静な指摘も見られていました。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あとチャンネル登録もぜひお願いします。ブレない発言の高市大臣は本当に素晴らしいです。ぜひともポスト岸田になって次期総理大臣になってほしいです。中国原発からの方が大量に放射性物質を垂れ流してる。このカード強すぎ。素晴らしいスピーチでした。自由主義陣営のすべての国々が日本を高く評価している。理不尽なこと言うのが中国だ。すべてに対し、毅然と対応すればよい。反論じゃなく正論だ。徹底的にやってください。そして、武漢ウイルスを全世界に拡散させ、多大な被害を出したことに謝罪と賠償はどうするのか、質問してやってください。高市さんほどこれだけはっきり物か言える政治家が果たして日本にいるだろうか。高市さんありがとうございました。引き続き日本国と日本国民の国益のために頑張ってください。日本を処理水で孤立させようとして
中国の国際社会での立ち位置に気づかされる羽目に。中共は本当にバカだよね。中国は利己的で自己中な国でいい加減だから、いずれ解体崩壊に進む。騙し乗ったり、外交で世界から内心ろくでもない国と思われてる。我々日本も衰退一直線だが、こんな周りを不幸にする大国の言うことにおとなしくするのでなく、反論した方がいい。科学とは、真逆の土人国だからな中国。中国なんて、小規模の原発事故や放射能漏れなんて日常茶飯事で起こして隠蔽してるだろ。この基準値の件も言い続けたらいいよ。そのうち、自分に矛先向いて黙るよ、わら。これずっとやってればいいと思う。いつまで引きずり続けて困るのは結局中国。拳を下ろさせないようにした方が日本に有利。日本の排他的水域で操業してる中国船も追い出す口実になるし、日本の領海侵犯しまくって魚泥棒してる中国、本末転倒すぎる。こんな気骨のある政治家は、今時には珍しい石原慎太郎の再来だ。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？高市大臣が IAEA 総会で中国に忖度することなく、処理水以上に放射性物質を排除と毅然とした姿勢で反論したのは、日本の国益にかなった行為と言えるのではないでしょうか。中国の原発は福島原発処理水の 6.5 倍にも及ぶトリチウムを含んだ汚染水を海洋放出しているにもかかわらず、日本の措置を批判するのは矛盾しているのではないでしょうか。さらに言えば、福島原発処理水の海洋放出を開始した直後にも、中国の漁船団が尖閣周辺や太平洋で漁をしていたという事実は、日本の海は放射能に汚染されているという中国側の主張が破綻していることを自らが証明しているのではないかと思われます。中国は自分たちの行いに言及することなく、他人、つまり福島原発処理水を批判するのであれば、自分の発言に責任を持って原発の汚染水を陸上に保管するべきではありませんか。日本を批判する前に。と、立憲、共産、社民党とその支持者以外の日本国民は、誰もがそう思っているのではないでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴、ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。